ソデグロズルは、長江ツルモクツルカツル族に分類される鳥類。アフガニスタン、イラン北部、インド北部、中華人民共和国に先部、パキスタン、ロシア東部及び、中部下期に、ロシア北東部や中北部で繁殖し、冬季になると、ヨーコ、インド北部やイラン北部で越冬する。日本では冬季に、越冬のためまれに飛来する。全長125から137センチメートル。 翼海蝶230から260センチメートル。額から目先、顔にかけて羽毛がなく赤い皮膚が露出する。全身の羽衣は白い。初列薄くや、初列風切りが黒く、和名の由来になっている。静止時にはこれらが隠れるため、全身が白く見える。光彩は黄色や単行色。くちばしは太くて長い。 これにより皆そこにある植物の根を食べるのに適していると考えられている。くちばしは炭石色や暗石色、排赤かつ色。甲子は炭石色。幼鳥は上面や翼の羽毛が高滑色味を帯びる。故障、湿原、干潟、農耕地などに生息する。植生は植物食傾向の強い雑食で、植物の目、根、果実、種子、昆虫、 魚類、カエル、小型哺乳類などを食べる。繁殖地では動物食傾向が強いが、越冬地や渡りの途中では植物食傾向が強い。繁殖形態は卵生。ペア間では頭部を伸ばして上下に振りながら翼を半開きに広げて鳴き声を交わし合う。1回に1から2個の卵を産む。放卵期間は27から29日。西部古代群は 渡りの途中に飛来するアフガニスタンやパキスタンでは、正常が不安定な上にツル類を狩猟する習慣があることから絶滅の危険性が高いと考えられ、越冬地のイランでも漁業による影響が懸念されている。最大の越冬地であるヨーコでは、三峡ダム建設による環境の変化が懸念されている。イランでは、政府や研究者、国際ツル財団による啓蒙活動が進められ、 インドでは越冬地がケオラデを国立公園として保護されている。ありがとうございます。